This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。オンライン旅行会社がタイがナンバーワンの観光地だと発表しました。今年3月のタイの国境貿易は 9.6% 増加しました。運輸省は2025年までに都内のバス2000台を電動バスに置き換える計画です。今年のタイの果物は国内外での需要が 3% 増加する見込みです。それではまず初めのニュースです。オンライン旅行会社がタイがナンバーワンの観光地だと発表しました。世界最大級のオンライン旅行会社トリップドットコムは、中国人観光客にとって人気の旅行先としてタイが1位となったと発表しました。トリップドットコムグループ総副社長は、中国人観光客が訪れたい旅先としてタイが依然としてナンバーワンであることを明らかにしました。北京、広州、上海など中国の大都市からの出発に関する検索では、タイ、シンガポール、モルジブ、アメリカ、韓国などに高い興味を示しています。中国人観光客にとってタイのバンコク、プーケット、パタヤが最も人気があり、チェンマイはタイの他の都市と比較して回復が遅れていると指摘しています。孫副社長によりますと、タイを旅行する中国人観光客は、個人旅行や少人数のグループ旅行で30代から40代が多く、大人数の団体旅行は少なくなっているとしています。コロナ後、中国人の旅行行動が変化していることを指摘しています。3泊から4泊だった旅行から、6日から7日間と日程も長くなる傾向があり、美術館や博物館を時間をかけて訪れるなど、より具体的な場所に旅行するようになっています。航空券の予約も従来の14日前から10日前までにと、こちらも変化が見られています。今年の第一四半期、タイと中国を結ぶフライトはコロナ前の2019年の同じ時期と比較して、その 30% しか復活していません。一方で飛行機のチケット価格はまだ2019年よりも高くなっています。孫副社長は、かつて問題となっていた中国人観光客を狙ったゼロドルツアーの問題については、事業者はゼロドルツアーを復活させないだろうと見ています。次のニュースです。今年3月のタイの国境貿易は 9.6% 増加しました。アヌチャン政府報道官によりますと、2023年3月の国境貿易について前の月より 9.56% 増加したと報告しました。貿易と投資を刺激するために3つの地域で国境貿易と投資プロジェクト、経済開発特別区を拡大する計画で、2023年を通しての国境貿易の目標値を16億バーツとしています。国境貿易や投資、経済開発特別区を拡大するため、国境貿易フェアを開催します。カンボジアと国境接する薩教県は6月中に、マウス国境接する農会県は7月中に、
マレーシアと国境を接するナラティワート県では8月にそれぞれ開催します。国境フェアでは各地の事業者の製品サービスの流通を促進させます。起業家を教育するセミナー、原産地証明、貿易措置、ビジネスマッチング、タイの起業家と近隣諸国との交渉などが行われます。貿易基準を押し上げ、国境を接する地域の貿易の可能性を高めていきたいとしています。次のニュースです。運輸省は2025年までに都内のバス2000台を電動バスに置き換える計画です。運輸省のチャヤタム事務次官は学術セミナー次の時代のオートモービルと題した講義を行いました。この中で都内やバスの管理運営を行っているバンコク大量輸送公社がガスや燃料バスから電動バスへの移行を推進する計画を明らかにしました。2023年には224台、2025年には2013台まで増加させる計画です。また民間のバス事業者は122の路線をカバーする電動バスを3000台まで増やす予定で、2025年には少なくとも5113台の電動バスがバンコクとその近郊を運行することになります。また海洋局と民間企業が協力し電動ブレの利用を促進する予定です。現在5つの航路に54艘の電動ブレが運行しています。さらにタイ国有鉄道の電車の利用も進めています。バッテリーを動力源とする電気鉄道の可能性についても研究しています。エネルギーアブソリュート社のソンポテ最高経営責任者は、現在電動バス、タイスマイルバス71路線とスマートバス52路線の両方があることを明らかにした上で、民間バスと同様に新しいバスを提供することが目標であると述べました。約4000台の車両を約20億バーツを投資して導入する必要があると訴えています。バンコク大量輸送公社とエネルギーアブソリュート社は今後3年以内に新しいバスの調達で協力する方針で、バンコクの電動バスの増加を加速させていきます。次のニュースです。今年のタイの果物は国内外での需要が 3% 増加する見込みです。商務省国内貿易促進局のコラニット副局長によりますと、当局は国内流通と輸出の両面で果物の管理を実施しています。今年タイの果物の流通は675万個、前の年より約 3% 増加する見通しです。ドリアン、マンゴスチン、ランブータン、ロンガンなどの果物が増加し、ライチ、マンゴー、パイナップルは過去の災害や天候の影響により生産は減少しています。果物生産については、東部は昨年並み、南部は昨年より増加しています。特にドリアンは国境輸送の問題を解決するためのオペレーションセンターの設立とともに海外市場での需要拡大も増え、ドリアンの輸出価格は良好となっています。ドリアンはグレードにより 100g 180バーツから125バーツ、マンゴスチンは1キロ175バーツで輸出しています。ピサヌローク県バンノンプルーのマンゴー農家は、マンゴーの価格が低迷していることに不満を持っていることが調査から分かっています。グレードダウンしたものを1キロあたり10バーツで買い取られることもあるとしています。現在マンゴーの生産時期は終盤に突入しています。マンゴーが熟して木から落ちてくる時期で、落ちたマンゴーは品質が下がるため、買い取り業者は炒め物用として販売しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。オンライン旅行会社がタイがナンバーワンの観光地だと発表しました。今年3月のタイの国境貿易は 9.6% 増加しました。運輸省は2025年までに都内のバス2000台を電動バスに置き換える計画です。今年のタイの果物は国内外での需要が 3% 増加する見込みです。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。
Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.